ははい皆さんこんこにちはグッキンです、えー、今回はですね、えー、DRM における、えー、集客の基礎と重要性ということでお話をしていきたいと思います。はい、えー、で集客の役割ということで、でまあ、集客の役割っていうのは、まあ、その名の通りで、まあ、お客さんを集めるっていうことなんですけれども、えーまあえー、お客さんの種類っていうのは、えー、大きく分けて2種類ありまして、 この新規のお客さんっていうのとあとはリピートしてくれるお客さんと2種類あるんですけれども今回説明していく集客っていうのは新規のお客さんの獲得を担う部分というものになっていますこのリピートのお客さんと新規のお客さんどっちも大事なんですけれどもこの集客の部分は新規のお客さんでこのリピートのお客さんを獲得するっていうのはこれは教育の部分ですねそちらになりますので えまあそちらはですね、まあ、教育の個別記事とか、まあ、動画でえ紹介していきたいと思いますはい、えー、で、なぜ集客が必要なのかということで、えー、まあ、これは非常に単純な話で、えー、まあビジネスを継続させるためっていうのが、えー、一番の理由ですね。結局あの、お客さんの数っていうのは、えー、売り上げに直結する要素なんですね。えー、まあ100人のお客さんに対して売り込みをかけるのと、 1000、まあ、人のお客さんに対して、えー、売り込みをかけるのでは、まあ、やっぱり売り上げも単純に10倍変わってくるっていうことですねでまあ、えー、さらに言えば、えー、正直リピート顧客だけだと、えーまあ、きついんですね、まあ、何でもかんでも紹介して1、まあ、人のお客さんの単価を上げていくっていうやり方もありますけどまああんまりそういうのは長続きしないですねやっぱり本当に、えー、必要となるものだけを えー、売っていくっていうのが一番いいと思うので、まあ、そのためにもですね、えー、新規のお客さんを獲得し続ける必要があるっていうことですね、えーまあ、獲得し続けるっていうのが大事ですね、えーまあ、一時的に1000、えー、人ドカッて集めて終わりとかだとやっぱそれは続かないんで、えー、集客に関してもですね、えー、継続して集客していくっていうのが非常に大事になってきます、はいえー、で集客の目標ということで じゃあ、何をどうしたら集客したっていう風に言えるのかっていうことですね。例えば、サイトにアクセスをしてもらっただけで、それは集客したって言えるのか、それとも何か SNS とかでフォローしてもらったりして、集客って言えるのかとか、そういう話ですね。メルマガアフィリエイトにおける集客っていうのは、たった一つですね。それが メルマガに登録してもらうこれだけが唯一の集客の目標となります。これはもっと詳しく言うと、リストを獲得するっていうことですね。リストっていうのはお客さんの名前とメールアドレスのことですね。これらを獲得するのが集客の主な目標というものになります。集客する際のポイントということで、 えーまあ、集客する際のポイントを大きく分けて3つあるんですけれどもまず1つが、えー、集客する媒体の大きさですね、まあ、これはですね、まあ、SNS でもブログでも同じなんですけど、えーまあ、その集客する媒体が、えー、大きければ大きいほど、えー、集客はしやすいということですねで2つ目がユーザーの属性ですね、えーまあえー、その全然ネットビジネスに関係のない、えー、ユーザーっていうものを、えー、たくさん集めても意味がないっていうことですね まあ例えばあのアドセンスブログとかでまあ芸能人とかの記事たくさん書いてるようなブログにえアクセスがたくさん集まっててでそこからえメルマガに誘導したらどうなんだっていう話があると思うんですけどえまあそれっていうのはちょっと微妙っていうことですねやっぱりネットビジネスにえ関心があるユーザーを集客してこそえ意味があるえまあそういうお客さんの方が最終的な制約に結びつきやすいっていうことですね はいえーでまあ、3つ目がランディングページを用意するということで、まあ、このランディングページっていうのは、えー、メルマガ登録を促すページですね、えー、メルマガ登録することによって、えーまあ、こういったメリットがありますよっていうのを説明して、えー、メルマガ登録はこちらですっていうボタンが貼ってあるようなページですねで、まあ、そういったものを用意しておくっていうことですねで基本的には、えー、どの媒体から集客するときもです、ねえー、最終的にはこのランディングページ 誘導しててあげ登録を促すということですねこの3つが主に集客する際のポイントとなりますネットビジネスの集客ということでネットビジネスにおける集客っていうのはどういったものがあるのかっていうのを紹介していきたいと思いますまず1つ目がメインブログからの集客ですねこれが一番メインになるかなと思うんですけど自分のメインサイト検索エンジンから えー、来てててくくれるお客客さんに対して、えー、集客をし集をいくっていとうことですねで、まあ、メインブログであれば、えーまあ、当然ネットビジネスについての話題を扱っていたりしますので、まあ、属性的にも合いやすいということですねで2つ目が無料レポートで無料レポートっていうのを、まあ、無料レポートスタンドっていうところに提出して、えー、そこで、えー、たくさんの人にダウンロードしてもらったりするんですけど、えーまあ、それを、えー、ダウンロードしてもらう代わりに えー、メルマガの登録っていうのをしてもらうことができるんですねなので、まあえー、質の高いレポートっていうものを、えー、提出しておけば、えー、そこからの集客っていうのを見込めるっていうことですねで3つ目が YouTube ですね、えーまあ、これは自分の YouTube チャンネルからの集客ということになります、えーまあ、YouTube とかのよく説明文とかに、えーまあ、メルマガの登録はこちらですとか、えー、メインサイトはこちらですみたいな感じで、まあ、URL が、えー、よく貼ってあったりすると思うんですけど、まあ、そういったものですね 説明文から集客をしてくるこれもですねその動画のクオリティっていうのがある程度高ければ集客を見込むことができますで4つ目が SNS からの集客ですねこれは Twitter とか Facebook とか LINE とかそういったものですねそういったところからの集客になりますこちらもですね SNS の媒体を大きくしてあれば そこから集客するっていうのも非常に有効になってきます特にツイッターなんかは拡散力がすごく強いので有効かなと思いますねで最後に無料ブログということでこちらですね意外にアメブロとか有効だったりしますねアメブロとかはアフィリエイトとか禁止なのであんまり使う機会っていうのは少ないと思うんですけど結構この集客っていうのでは 結構威力を発揮したりしますねまあアメブロは意外と SEO とかも強かったりしますしまた、あ、あコミュニティみたいなのもあるので、まあ、属性も結構合わせやすかったりもしますねなのでまあそういったところから集客するっていうのも非常に有効かなと思います、えー、まあ主にこの5種類ですね、えー、まあ今回はあの無料でできるものだけをえ一応紹介したんですけど、まあ、他にもあのお金を使って集客する手法っていうのはたくさんありますね まあお金を払って広告を打ったりとかあとはまあメルマガ読者たくさん、えー、抱えてる人に対して、えーまあ、号外で、えー、メルマを送ってもらえませんかっていうのを、えー、お金を払って依頼するとか、まあ、やり方はいろいろあるんですけれども、まあ、とりあえず、えー、最初は無料のもので、えー、やっていくのがいいかなっていうことで無料のものを紹介しました、はいえー、で最後、えー、まとめますと、えー、集客っていうのは DRM の中でも実は一番大変なんですね まあ初心者にとってはここの壁が一番高いと思いますでも逆に言ってしまえば、えー、集客さえきちんとできてしまえば、えー、あとはそこまでつまずかないんですね、えー、まあ教育とか販売っていうのは、えー、まあ,ある程度実績があってでコピーライティングの知識さえ勉強すればもう全然問題ないので本当にここが一番きついんですねで、まあ、最初は、えー、先ほど紹介したように えー、無料でできる集客方法っていうのを、えーまあ、使えるだけ使って、えー、やってみようっていうことですね、まあ、当然初心者の方がいきなり有料で集客するっていうのはなかなか勇気がいると思うので、まあ、まずは無料でできることをやってみましょうっていうことですね、まあ、うまくやればそれだけでも十分集客できますので是非、えーえー、いろいろとやってみてください はい。というわけで、今回の DRM の集客に関する動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ここまで動画をご覧いただきありがとうございます。YouTube チャンネルやブログの方では最新の情報をどんどん更新していますので、もし良ければ登録してください。はい。というわけで、次回の動画でまたお会いしましょう。